ここではディープラーニングの演算、基本アーキテクチャに関して説明していきます。一つ目は、コンボリューショナルニューラルネットワーク、およびリジジュアルネットワーク。二つ目は、トランスフォーマー。三つ目は、最近話題の MLP アーキテクチャになっています。まず、はじめにですね、コンボリューショナルニューラルネットワーク、CNN。CNN っていうのはこの左側にあるよくコンボリューションブロック、コンブブロックって言われているコンボリューションバッチノーマライゼーションレルって連なっている赤和演算の後にノーマライズのレイヤー、次に非線形が来るっていうこのコンブブロックが繋がったものが CNN と呼ばれています。このブロックの組み合わせですね、いくつかありまして、まずノーマライゼーションが入ってきて、レルー非線形が入ってきて、コンボリューション赤和演算が入るパターンと、赤和演算、正規化、ノーマライズ、非線形。非線形、赤和演算、正規化っていうこの3パターンが考えられるんですけれども、まあ、量子化の説明が後で出てくるんですが、量子化の文脈では、このブロックを繰り返したときに、非線形赤和演算となっているのが一番ベターです。で、2番と3番のこのメリットはほぼ全てのバッチノーマライゼーションのここのレイヤーのパラメーターが前段のコンボリューションに、フォールディングできる。このテクニックは BN フォールディング、バッチノーマライゼーションフォールディングって言われてるんですけれども、こういったパラメータを少なくするようなテクニックが2番、3番では適用できます。このバッチノーマライゼーションフォールディングは後述で詳しく説明させていただきます。ただし、この2番ですね、2番はバイナリーにするときに注意で、バイナリ活性値、例えばバイナリ活性値がここレルーで置き換わったときに、その後に例えばプーリングが出てくると、バイナリの出力に対してプーリング、まあ、例えばマックスプーリングをするとすると、全出力が1かマイナス1のマックスの全出力が1になってしまうんですね。まあ、その点に2番の組み合わせの場合には注意してください。基本アーキテクチャ、CNN に続いてリディジュアルネットワークですね。こちらの左のブロック、レズネットってよく呼ばれているんですけれども、ショートカットのパス、入力を何も変化させないで、変化させたものと足していくっていう、このレズネットっていうブロックが、連なったものがレズブロックというつな、このレズブロックというものが繋がったものがレズネットって呼ばれています。この左の側のパス、何もないパスはショートカットと呼ばれていて、この右側のパスはリディジュアルネット、レディジュアルユニットと呼ばれています。で、このショートカットがあることによってですね、深いネットワークの勾配消失っていう問題が緩和されるっていうのがこのレズネットの特徴です。で、先ほどはボトルネックがなかったパターンなんですけれども、このボトルネックと呼ばれているものがあるパターンのレズネットもあります。ボトルネックっていうのは何かって言いますと、初めのここに1、2、3個コンボリューションがあるんですけれども、初めのコンボリューションで 1x1、1×1 のコンボリューションをして、マップ数、出力マップ数を減少させた後に、低次元で 3×3 のコンボリューションを行って、最後のコンボリューションで 1×1 のコンボリューションでマップ数を元に戻すっていうのが、よくボトルネックって呼ばれているレズブロックです。で、リディジュアルユニット側で、この話はレズブロックのボトルネックがありの場合でもなしの場合でも共通なんですけれども、リディジュアルユニット側でマップ数の増減がある場合ですね。その場合はショートカット側にコンボリューションを入れてマップ数を揃えるっていうのがよくあるテクニック、よくある、まあ、レズネットの構造になって、レズユニットの、リディジュアルユニットの構造になっています。で、リディジュアルユニット側でプーリングがある場合ですね。プーリングがある場合は、ショートカット側に、プーリングを挟む。もしくはコンボリューションでストライド2にして、空間の次元を揃えるっていうのもよくあるパターンになっています。これまで説明してきた、CNN、レズネットでは、コンボリューションが主体のアーキテクチャだったんですけれども、トランスフォーマーでは、アテンションが主体のアーキテクチャになります。トランスフォーマーは大まかにエンコーダーの部分とデコーダーの部分から成り立っていて、
エンコーダー側で1個アテンションがあり、デコーダー側で2つアテンションがあります。で、このアテンションは通常マルチヘッドアテンションっていうものになっていて、次元の小さいアテンションを組み合わせるものになっています。具体的には1個の入力からこの V、K、Q っていうのを複数生成して、それぞれのペアでアテンションをした後にそれらを全部組み合わせるっていうのがマルチヘッドアテンションになっています。で、このマルチヘッドアテンションがエンコーダー側に1個、デコーダー側に2個あります。ただし、一番初めのですね、このデコーダー側の一番初めのアテンションっていうのは、コーダルマスクと呼ばれるもののマスクをかけたアテンションになっています。このコーダルマスクっていうのは何であるかって言いますと、デコーダー側がですね、時系列データ前提なので、未来の情報を見ないように、自己回帰モデルにしたいために、こういったアテンションのマスクを一回ここでかましてから、通常のアテンションをするっていうような、ここのアテンション、デコーダー側のアテンションになっています。で、もう一つのアテンション、デコーダー側のアテンションは、自分自身をアテンドするセルフアテンションではなくて、エンコーダー側の出力をアテンドするようなアテンションになっています。これがトランスフォーマーのアーキテクチャになっています。3つ目の基本アーキテクチャとして MLP っていうのを紹介します。この MLP というのはトランスフォーマーの影響を受けて約1年前から登場した考え方になっています。MLP のアーキテクチャのオーバービューはこの左下の図のようになっていて、初めはトランスフォーマーと全く一緒です。イメージが入ってきたときに複数のパッチ、まあ、またはトークンなんて呼ばれたりもしますけれども、複数のパッチに分解します。で、パッチごとにマルチレイヤーパーセプトの MLP を適用して、パッチごとのベクトルが出てきます。で、それをミクサーと呼ばれているレイヤーに入れて、それを何回か繰り返して、まあ、例えば分類問題であれば、グローバルアベレッジプリングを取って、フーリーコネクティとしてクラスラベルが出てくるっていうようなアーキテクチャになっています。で、このミックスレイヤーが何なのかというと、この上の図になっていて、ノーマライゼーションをとりあえず無視して考えると、もう本当に非常に簡単で、トークンごとのベクトルが出てきます。で、これを反転します。で、MLP をかけます。反転したものに関して MLP をかけてるので、空間方向のミックスっていうのがここで行われています。で、元に戻す。トランスポーズの反対のトランスポーズをしてあげて、特徴方向で今度はミックスします。で、以上がミクサーのレイヤーになっていて、本当に簡単でマルチレイヤーパーセプトロのみ MLP を使用して空間方向のミックスと特徴方向のミックスを繰り返します。で、これはどうやって実現するかというと、転置してワンバイワンコンボリューション、転置してワンバイワンコンボリューションっていうのを繰り返すだけです。このような非常にシンプルなアーキテクチャが MLP です。まあ、ただし注意なんですけれども、空間方向にミックスするときに空間方向にパラメータサイズを固定してしまうので、まあ、コーダーのタスクですね、特に空間方向のサイズが変わったり変えながら再学習する、ファインチューンするっていうようなコーダーのタスクでファインチューンしにくいんですね。まあ、これが注意点なんですけれども、2021年はこのミクサーの MLP ミクサーのバリアンツが本当に破竹の勢いで登場していて、まあ、この注意点で述べられているところ、問題を解決するような論文も出てきています。最後にですね、学習時のメモリ量と推論時のメモリ量の違いですね、を説明したよくある、まあ、とても有名でよく皆さん引用する図なんですけれども、学習時のネットワーク全体に占める重みの割合と
ネットワークの学習時の、中間出力ですね、アクティベーションの割合。で、こちらは、インファレンス時の重みの割合と、インファレンス時のアクティベーションの割合。で、それぞれ様々なアーキテクチャですね、ニューラルネットワークの様々なアーキテクチャで、バッチサイズが1、2の時の、メモリのこの割合ですね、ウェイトとアクティベーションのネットワークにおける割合っていうのを比較した図がこれらの図になっています。で、基本的に、バッチサイズを上げて学習するのが基本なので、バッチサイズを、まあ、1じゃないですね、バッチサイズが1で学習するっていうのはあまり稀なことなので、基本的にこの32っていう方を見ればいいんですけれども、この32の方を見ると、どれもアクティベーションのメモリっていうのが占めている。学習時にはアクティベーションのメモリっていうのが、メモリの総量の中での割合が高いっていうようになっています。これはですね、ニューラルネットワークの学習って、フォワードプロパゲーションして、バックワードプロパゲーションして、パラメータのアップデートっていうのが、まあ、一連の、まあ、ハイレベルなアルゴリズムなんですけれども、バックワードするときに中間出力が必要なので、基本的にフォワードしたときには全部中間出力を取っておくっていうのがナイーブな実装なんですね。なので、中間バッファっていうのが、アクティベーション、ここで書いてある黄色いところですね。アクティベーションっていうのが、学習時にはメモリを占めます。ただし、インファレンス時になると基本的にはその現象が逆転して、インファレンス、ニューラルネットワークのインファレンスっていうのはバッチサイズが1で行うことがほとんどなので、バッチサイズ1のインファレンス時っていうと、このウェイトの割合とアクティベーションの割合っていうのは逆転します。インファレンス時には中間バッファっていうのは基本的に取っておかなくていい。計算に必要な部分以外は取っておかなくていいので、特定のレイヤーまでフォワードプロパゲーションが進んだときには、その前の中間バッファっていうのはほぼ全部、今のレイヤーで必要な部分以外は全部不必要になるんですね。なので、アクティベーションの割合っていうのは、インファレンス時にはメモリに占めるアクティベーションの割合っていうのは、インファレンス時には小さくなって、逆に重みの割合が多くなります。なので、学習中は中間バッファーがメモリを、推論時は重みがメモリを占めるっていうのがニューラルネットワークの特、メモリ量に関しての特徴です。